っていうのは日本語でもう一個言い方がある。藤色っていうもん。藤色っていうのは紫やもんね。ほんで藤色と紫は英語で言うとパープルで、パープルをちゃんと発音したらパーポー。ほんで紫、藤色、パーポー、これ全部同じで、もう一個同じもんがある。紫イコール藤色ね、藤色イコールパーポーね、パーポーイコール杉本彩ね。この曲はね、俺が紫って言ったら藤色って言ってました。藤色をちょっとメキシコ人になったような気分で藤色って言ってました。紫って言ったら藤色って言ってました。一回それやろうか、言うだけでいいから。紫、妖艶な色、紫。こうやってほしい、こうやってほしい、right? これ2種類イメージするものがあって、まず男の子向けの説明としては、昇竜拳あるやん、あれ巻き戻してほしい。昇竜拳を剣運衆にしてほしい。 OK? でもう一個はこう巻いてほしいから、巻きに行ってほしいから、まあ、これでもいいんやけども、こうぐるり行ってほしいから、ボルダリングあるやん、ボルダリングの壁登るやつ、あれの登ってる赤のやつ一個取れてもんだみたいな、黄色青と着て赤取れてもんだっていう感じ。紫、紫、妖艶な色、紫。ちょ、前にグッといってほしい。わかる？これはね、みんなでね、みんなでこう前に行くことによって、みんなが足並み揃えてグッとやることによって、渋谷レッコスがちょっとだけこうなる。それの後の請求は俺らが払うから。紫、紫、妖艶な色、紫。自分のことちょっとかっこいいなと思ってるやつ中にいると思うねんけど、ちょっと自分の2枚目やなと思ってるやついると思うねんけど、そういうやつはこうやってね、こうやってくれる？それは終わったら、パーポーパーポーがあるわけ。俺が英語って言ったらパーポーパーポーっていうのがあんねんけど、それはちょっとレベル上がんねんけど、パーポーパーポー、right? これめちゃめちゃ恥ずかしい。これ正直な話、これ正直な話、撮影入ってる時にやりたないけどね、俺たちの色やから。パーポーパーポーね、80年代生まれのやつには手でスピニングバードキックをやってくれと言うております。手でスピニングバードキックやってくれと。 OK、 それが藤色の後に来るから、やってみましょう。まずは藤色から、いくよ。紫、紫、妖艶な色、紫、紫、紫、いやらしい色、紫、愛の色、恋の色、僕らをつけるミラーボート、英語、英語、すばらしい色、紫。紫いけますか？まだだな、いけますか？